どうもね。今日紹介するのはこちら、 BMW とミニ専用のコードスキャナー C110 プラスです。安定の Amazon で購入しました。値段は5690円でした。概要欄にリンク貼っときますね。先日5万円で買った BMW のエンジンチェックランプの内容を調べるために購入しました。中身は本体、 USB ケーブル、 CD ソフト、説明書。中身は英語で書かれてます。日本語訳された説明書、収納するポーチ、あとネットオーって書かれてる、なんだろう、エコバッグなのかな。以上になります。それではエンジンチェックランプの原因を確認したいと思います。つなぐ場所は運転席の足元のここですね。このカバーを外してあげると端子が見えますので、ここに挿してあげてください。すると自動的に診断器の電源が入ります。次にイグニッションをオンにするかエンジンをかけます。次に診断器のマニュアルをセレクトして、3シリーズ E-91 ドライブで ECM OK、それからリードトラブルコード、どうやらこれがトラブルの原因みたいですね。バルブトロニックって書いてあるのかな、これが原因なのかな。ちょっと調べてみますね。エラーコードの内容を調べたんですけど、2851っていうのはバルブトロニックモーターの作動みたいなんですよね。 28B4 っていうのがバルブトロニックのモーター動作が遅いということなんですよ。で、2863バルブトロニック電源限界ってことなんですよね。ってことはこれを交換すればいいみたいなんですよね。これをね、交換するのはヘッドカバーを外せば出てくるらしいんですよ。で、ヘッドカバーを外すんだったらエキセントリックシャフトの位置情報を読み取る役目があり、故障事例も多いエキセントリックシャフトセンサーも交換した方がいいということなんですよね。ただバルブトロニックモーターは純正で約5万円するそうなんですよ。車をね、5万円で譲ってもらったから5万円って聞くとちょっと腰も引けるんですけどね。それよりエキセントリックシャフトセンサーっていうのが純正で約8万円するそうなんです。2つ合わせたら13万円するんですよね。それにガスケット代とかがかかってプラス工賃って言ったら一体いくらになっちゃうんだろうな。どうしようかな、超悩むな。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。バイバイ。